こちらは仙台デパートメントがお届けするデパカ TV でございます。仙台の情報的なことを自由気ままに発信いたします。それではどうぞお楽しみください。どこまで話したか分かんなくなったじゃん。ちょっとやめてよ。私の話聞いてんの？あ、そうそう、最近様子がおかしいよって話。しょっちゅうぼーっとしてるでしょこの頃。あれ、絶対変な薬やってるからなんて言われてんだよ。ほらまたぼーっとして。彼女の私まで陰でこそこそ言われてんだよ。彼女？はぁ、何初めて聞いたような顔してんの？ったく、もうどこまで話したか分かんなくなったじゃん。あ、そうそう、最近いつも一緒にいるその子誰って話。もしかして彼女？開かないよその鍵じゃ。頭の中のファイルを交換しませんかって、何それ。なんかそんなメールが届くってさ、都市伝説みたいな感じ。パソコンの初期化みたいな。それで人生やり直せるんだってよ。それがまさか自分宛に来るって超ウケるんだけど。でさ、そんないたずらすんの誰だろうって考えてて、で私にかけてきたの？マジで知らないんだけど。いいっていいって、そうやって私に遊んでればいいって。いや本当にすみませんけど、もう切りますよ。気持ち悪いんで。っていうか私あなたのこと知らないし。奇妙な噂が広がっていた。ワンパーセントラブスユーというユニット名の由来ですか？みんな0か100かみたいなのが好きだと思うんですよね。あと50とか分かりやすいのが。でもそうじゃないと思って、53とか17とか89とかもみんな大事じゃないですか。なるほど、つまり半パーセントとは半端なパーセント。なんかわかる気がします。半端ってどこか居心地がいいですよね。だってこの街って全てが半端じゃないですか。だから私、半端な人とかこの街とかが あれ、ごめんなさい、どこまで話したんでしたっけ。ごめんね、この頃いつもこうなの。たすけて。その噂はどこまでも広がっては、いつの間にか消えて、いつだって忘れられて。でも一つだけ思い出した。それはこんな話だ。